エクトル・アルルナは、ドミニカ共和国出身の元プロ野球選手。愛称は、チポ。1999年2月2日に、アマチュアフリーエージェントとして、クリーブランド・インディアンスと契約。2000年は、ルーキー級バーリントン・インディアンスと A-9、マホーニングバレースクラッパーズでプレー。ルーキー級バーリントンでは55試合に出場し、 1>, 1本類打15打点19盗塁、打率、204だった。2001年は、A 級コロンバスレッドスティックスで66試合に出場し、3本類二23打点15盗塁、打率、266だった。2002年は、A 級キンストン・インディアンスで128試合に出場し、11本類五51打点32盗塁、打率。 276だった。オフの12月に行われたルール5ドラフトでタンパベイデビルレイズから指名され遺跡。2003年2月6日にデビルレイズと1年契約に合意。3月29日にリーフとなり、4月2日にトリプル A 級バッファローバイソンズへ降格したため、ルール5ドラフトの規約により、同日にインディアンズへ復帰した。この年は A 級 アクロンエアロズで127試合に出場し、日本塁打38打点17盗塁打率297だった。2003年12月にルール5ドラフトでセントルイスカージナルスから指名され遺跡。2004年4月8日のミルウォーキーブルワーズ戦でメジャーデビュー。3回裏に回ってきた初打席でクリス・カプアーノから初打席本塁打を記録した。 この年は83試合に出場し、3本類二22打点6盗塁、打率249だった。2005年3月1日にカージナルスと1年契約に合意し、開幕ロースター入りした。開幕後は5試合に出場したが、2類種としての経験を積むため、4月29日にトリプル A 級メンフィスレッドバーズへ降格した。6月25日にメジャーへ昇格。 昇格後は主に代打として8試合に出場したが、9打数1安打とアピールすることができず、7月8日にトリプル A 級へ降格。7月17日に最小を獲格した。この年は64試合に出場し、1本類打18打点10盗塁、打率285だった。2006年2月25日にカージナルスと1年契約に合意。 開幕後は76試合に出場し、4本塁打21打点を盗塁打率、291だった。2006年7月30日に、ローニー・ベリアードとのトレードで、古巣のインディアンズに復帰した。移籍後は、ニル類種の座を、ジョー・イングレットや、ジョシュ・バーフィールドラと競った。インディアンスでは37試合に出場し、2本塁打17打点、打率。 276だった。2007年2月22日にインディアンスと1年契約に合意。3月24日にトリプル A 級バッファローへ移動し、開幕をトリプル A 級で迎えた。トリプル A 級では83試合に出場し、6本類な35打点に4盗塁、打率251だった。7月27日にリーフとなった。2007年8月3日に、 ウェーバーでトロントブルージェイズへ移籍した。移籍後は三塁手として出場していたが、打率が091と全く結果を残せず、8月16日にトリプル A 級シラキュースチーフスへ降格した。登録枠が拡大された9月4日に最小格。この年は22試合に出場し、1本類打4打点に盗ダ打率167だった。 オフの11月14日にディーフとなり、11月18日にトリプル a 級シラキュースへ降格した。2008年はトリプル a 級シラキュースで開幕を迎え、5月17日にメジャーへ昇格。昇格後は代ダ打ダとダイソーで2試合に出場したが、5月27日にトリプル a 級へ降格。6月5日に40人枠を外れ。 トリプル A 級シラキュースへ降格した。結局この年は2試合の出場にとどまった。オフの10月9日に FA となった。2008年12月6日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだ。2009年はトリプル A 級アルバカーキアイソトープストルーキー級アリゾナリーグドジャースでプレートリプル A 級アルバカーキでは91試合に出場し、 17本類だ62打点4投塁打率三百351だった。オフの11月9日に FA となった。2009年11月30日にフロリダ・マーリンズとマイナー契約を結んだ。2010年はトリプル A 級ニューオーリンズ・ゼファーズで開幕を迎え、97試合に出場。16本類だ71打点7投塁打率。ダリズ 294と好成績を残し、7月29日にマーリンズとメジャー契約を結んだ。昇格後は27試合に出場し、日本類打4打点、打率、138だった。オフの10月6日に40人枠を外れ、トリプル A 級ニューオーリンズへ降格。10月15日に FA となった。2011年1月3日に、 ボストンレッドソックスとマイナー契約を結んだ。この年は、トリプル A 級、ポータケットレッドソックスで113試合に出場し、14、本類が58が点6盗塁、打率、283だった。オフの11月2日に、FA となった。フィラデルフィアフィリーズ時代2011年12月11日に、フィラデルフィアフィリーズとマイナー契約を結んだ。 2012年は、トリプル A 級、リーハイバレーアイアンピックスで開幕を迎え、5月11日に、フィリーズとメジャー契約を結んだ。昇格後は一塁手や代打として出場し、打率を3割台に保っていたが、6月下旬から2割台に、落ち、7月6日に、トリプル A 級へ降格した。8月4日に再昇格したが、出場のないまま8月6日に、 トリプル A 級へ降格。8月13日に再びメジャーへ昇格。2試合に出場したが、5ダスーム打と結果を残せず、8月19日にトリプル A 級へ降格。フィリーズでは28試合に出場し、2本類打10打点、打率、226だった。8月30日に放出された。2012年8月31日に、 ピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結んだ。契約後は、AAA 級インディアナポリスインディアンスで4試合に出場。オフの11月3日に FA となった。2012年12月5日に中日ドラゴンズと35万ドルで契約を結んだ。背番号は0。NPB の球団に在籍する外国人選手がこの背番号をつけるのは、史上初の事例であった。 横浜 DNA ベイスターズへ移籍したトニー・ブランコに代わるスケットとして期待された。2013年は打率トップを独走するなど一軍公式戦で好調な打撃を維持する。4月26日の広島東洋カープ戦から5月23日のオリックス・バファローズ戦までの間に一軍公式戦23試合連続安打を記録した。6月5日には 2016年シーズンの契約に対するオプションを球団側が保有することを条件に推定年俸総額400万ドルで翌2014年シーズンからの2年契約に合意した人工芝の球場での試合が重なるにつれて左膝への負担が増していたがルナ自身は痛みに耐えながら試合出場を続行しかし7月6日の東京をヤクルトスワローズ戦2回裏の 打席で三塁へのゴロを打った際に一塁への走塁で状態を悪化させたため途中交代を余儀なくされた。結局7月16日に出場選手登録を抹消。選手間投票でセントラルリーグ三塁手部門の1位に選ばれていた松田オールスターゲーム2013への出場も辞退した。なお登録抹消の時点でリーグトップの打率。 350を記録していたものの、8月26日には母国のドミニカへ帰国。そのまま治療を受けて滞在したため、シーズン終了までの実戦復帰や規定打席への到達はならなかった。2014年もセントラルリーグの首位打者争いで先頭を走るなど、開幕から打撃が好調。しかし、右肘痛を発症したため、7月15日に登録を抹消された。 また、抹消前の時点でリーグトップの打率344を記録していたにもかかわらず、オールスターゲームの出場メンバーに選ばれないという異例の事態に見舞われた。7月30日の一軍復帰後は若手選手の起用を優先するチーム事情から高橋周平にスタメンを譲る機会もあった。それでも、レギュラーシーズン全体では来日後初めて規定打席に到達。 リーグ5位の打率317チームトップの17本塁が73打点を記録するとともにリーグの3塁手部門でベストナインを受賞した2015年も公式戦の開幕から4番打者に起用4月12日の対 DNA では同点で迎えた延長12回裏に失点3塁の打席で来日後初めてのサヨナラアンダーを打ったしかし 下旬には、右ひいちつを訴えて一時戦線を離脱。5月10日の対東京ヤクルトスワローズ戦では、来日後最も遅く、開幕から121打席目でシーズン初本塁打を打った。5月19日の対広島戦では、7回裏の打席で、球審への侮辱行為によって来日後初の退場処分を受けた。その一方で6月9日の対ロッテ戦では、 逆転打を打って、チームを公式戦、通算5戦勝に導いている。また、2013年に出場を辞退した、オールスターゲームにも、セントラルリーグの監督推薦選手として初出場。レギュラーシーズン全体では、一軍公式戦で来日後最多の134試合に、出場するとともに、来日後初の2桁盗塁を記録した。しかし、 わずかながら来日後初めて打率が3割を切ったほか、本類がも来日後最小の8本に止まった。この年で2年契約を満了した。しかし、球団はダイアン・ビシエドの獲得に目途が立ったことを背景に、打順の重なるルナを保留者名簿から外したことを12月2日に発表した。なお、ルナ自身はシーズン終了後からドミニカ共和国のウィンターリーグに参加している。 2015年12月18日に、広島東洋カープとの1年契約で合意したことが、球団から発表された。年俸1億円に、出来高の条件を加えた契約で、背番号は、栗原健太がこの年までにつけていた後。2016年は1軍公式戦の開幕から、肖像類種の座を確保するとともに、マルカコー、ブラッドイルドレッドとともにクリーンアップを任された。 しかし、4月16日の退巨人戦3回表の総類中に右太ももの裏を負傷したため、翌4月17日に出場選手登録を抹消された。エルドレッドの故障で6月16日に一軍へ復帰した後も、外国人3投手の同時登録を優先するチーム事情などとの兼ね合いで、残り一つの外国人登録枠をめぐって、 エルドレットと交互に一軍と二軍を往復。夏場には、故障で離脱していたエルドレットに代わる四番打者として、チームの快進撃に貢献した。しかし、前述した事情から、一軍公式戦への出場機会は来日後最小の67試合に、とどまった。また、打撃面では、ほぼすべての項目で来日後最低の水準に低迷。三塁手としての守備についても、 4月14日の対中日戦で1試合4失策を記録するなど53試合で10失策にまで達した。チームのリーグ優勝によって臨んだ DN ウェイとの2016年クライマックスシリーズファイナルステージでは10月12日の第1戦で7番3塁手としてスタメンに起用された。しかし6回裏の打席で2塁へのゴロを打って1塁へ走ったところ 一塁ベース上で右足がホセロペス一塁手の右足と接触。そのまま着地できずに転倒したため、安倍ともひろとの交代を余儀なくされた。さらに、後の検査で右肩関節唇の損傷と右肩検査関節の捻挫が判明。全治まで3ヶ月を要することから、13日に出場選手登録を抹消された。チームは後に日本シリーズへ進出したものの、 球団はルナとの契約を更新しないことを11月23日に発表した。12月2日に自由契約公示された。広島対談後はドミニカウィンターリーグなどでプレーするも2017年限りで現役を引退した。現役引退後はドミニカ共和国で牧場経営を行っている。打席に入るときに打席の周囲を バットの先で触るのがルーティンとなっており、これを知っている球審は、あらかじめ左足を前に差し出すこともあった。その後、相手投手が一塁に牽制球を投げている時か投げる、仕草を見せる時にはバットを横に寝かせ、送りバントのような構えを見せることもあった。少し背中をかがめて自然体で構えるフォームから、ボールをしっかり引きつけて広角にヒットを打つ。1、2打席目で、 相手の投球を見た後の3打席目が一番得意と語り、配球を読む能力に優れる。T 打撃をルーティンとしており、スタンド T にボールを置いて打ち返す。様々な場所や高さに設定し、苦手なコースを作らないようにしている。ユーティリティプレイヤーであり、投手と保守以外のすべてのポジションをこなせる。リストの強さを生かした守備に定評がある一方で、失策もやや多く、 2014年は三類手としてリーグサイトの14失策を記録している。総類面も怠ることなく積極的に次の類を狙う。中日時代の2014年にはチーム3位の8盗塁、2015年には平田良介と並ぶチーム2位の11盗塁を記録。また、2015年は盗塁成功率100%を記録しており、広島時代も含めた NPB での4年間でも成功率935という高い数字を残している。中日時代の2013年シーズン前半に球団との間で複数年契約を結んだことは球団史上の異例の事態であった。その背景には2012年のシーズン終了後に4番打者。 トニー・ブランコとの残留交渉が難航した結果、横浜 DNA ベイスターズへの移籍に至ったことへの二の舞いを避ける狙いがあったとされる。ちなみにブランコはルナが打率トップでシーズン途中から戦線を離脱した2013年にセントラルリーグ首位打者のタイトルを獲得している。2013年12月、ヨーグルト製造の日本ルナが同性であることを利用して2014年シーズンに 首位打者となった場合 CM に出演させることを検討していることが明らかとなった。ただし2016年までの時点では日本ルイナ側から正式に発表されていない。中日時代の2014年にアンダーソン・エール・ナンです翌年にリカルド・ナニータが入団した。3人ともドミニカ共和国出身であることから報道などで総称する場合にはドミニカ共和国のイニシャルにちなんで 3D と呼ばれていた。中日時代の2015年5月19日では、広島戦7回裏の打席で、球審の石山智也によるストライクの判定に抗議。ボールが通過したコースを示すつもりで、バットで足元に線を引く仕草を見せたところ、審判に対する侮辱行為だとして、石山から退場を宣告された。翌日には、NPB から厳重注意を受けるとと,ともに、 制裁金十万円の処分を課されている。ありがとうございます。